私たちリーダー三世です。さくらです。ブラジルが勝つと思います。しおりです。日本が勝つと思います。さゆりです。ブラジルが勝つと思います。むつみです。日本が勝つと思います。なおみです。引き分けだと思います。ネイマールが3点で、オスカルが1点で、本田選手が2点で、本田選手4でしょ、香川選手が1点で、あと誰か。本田選手はボールを 見失わないんですよ。ボールを見失わないところが見どころで、ネイマールはまずゴールに向かっていく速さ、ボールを取ったらもう行っちゃうみたいな感じですから、とにかく、ネイマールは、手加減をしない。じゃあネイマールと本田選手はどっちの方がいいと思う？さくらからどうぞ。ネイマール。ネイマール選手。ネイマール選手。本田選手。本田選手。二人とも二人とも好きだな。好きっていうのは仲良いってことだよ。家族揃ってなんか夜とかね、試合を見て応援して、なんか応援がうるさすぎて近所迷惑になった思い出がある。あの、うちと弟で別れるんです。ああ弟が日本で、うち、ん、ブラジルで、応援してるチームを、が勝ってしまうと本当に嬉しいんですよ。うちそういうのあれ、まあ、はなんでそんなに嬉しくなるかが分からないんですけど、お父さんとかお母さんはもう本当にうわーとか叫んでるんですよ、家の中、両方応援する。そう、どっちが勝つか楽しみにしてる。そう、楽しみにしてる。アイス食べながら見る。さくら6月15日多分眠くなっちゃうから寝ちゃうかも6月15日お楽しみに。